ということで始まりましたねづっちのいろいろしてみる60分、私がねづっちです。よろしくお願いします。嬉しいですね、たくさん入っていただいてね。まあでもね、先月はやっぱりなんといってもオリンピックがね、盛り上がりましたけどね、だんだんとこれ下がってくるまあこれあんま気にしないでくださいね。オリンピックが盛り上がりましてね、日本人選手が今回本当よく頑張りましたよね。特に僕嬉しかったのがね、テニスの錦織選手ね、96年ぶりですよ。だってね、96年ってことはね、これ文字通り苦労の末に掴んだメダルっていうね。ありがとうございます、メダルと一緒でね、気分的にもどうだっていう感じだったんですかね。なんかね、そうですよ。で、恩師の松岡修造さんのはしゃぎっぷりったらなかったですね。もう錦織君への愛が半端じゃないからね。でもそれも仕方ないですよね。だってテニスはね、ラブから始まりますからね。軽やかな3連発から始まりましたけどもね、徐々にね、慣れていってくれればと思いますけども、まあ、あと個人的にね、オリンピックで嬉しかったのは、なんといっても柔道なんですよ。男子柔道が全階級でメダルを取ったんですよ。これって今までなかったことでね、大抵1人、2人はメダル取れなかったりしたのに、で、井上康生監督がね、もう肉体改造はもちろんですけど、他の格闘技を稽古に取り入れて、外国人対策っていうのをやったらしいんですね。で、こっからは僕の憶測ですけどね、この肉体改造、多分徹底的に上半身を鍛えたんですよ。ね、上半身だけにね、取ったメダルも同以上だったっていうね。そういうことだ。まあ、同以上だから成績も脅威だったっていうね。そういうね。そりゃでもそりゃそうなんですよ。だって監督の名前が胃の上なんだから脅威ですよね。そうですか。井上監督だけにネタの構成もバッチリでしょ。まああと女子レスリングがね、吉田沙保里選手は残念でしたけどね、でもね、あの選手が頑張ってくれましたね。4連覇したね。何でしたっけ、一言で言えばね、銀なんですよね。そう、一応香りが強いんでね、だいたい読めましたね、今のはね。そうですよね。まあ、しょうがないです、そればっかりはね。でも本当、伊調選手すごいですよね。もう応援してる方も伊調だけに気分が高揚してくるっていうね。高揚ってことはあれだね、女子レスリングっていうのは季節で言ったら秋だね。そりゃそっか、どっちもフォールが欠かせないってね。吉野祭りに西に黒巻よりも謎かけが一番大好き。